就職するのは損。就職するとね、損なんだ、お金的にも損だと思う。で、なんでかっていうと、就職っつうのはさ、働いてお金もらって、それで物を買うというループに入るってことなんだよな。でね、それね、効率悪いと思うんだよな。損っていうのは別に孫正義のことではないよ。働いてね、お金もらってそれで物を買うっていうのはね、俺はなんだろうな、遠回りしてると思う。物を手に入れるため、僕らは何か物が欲しいだけで、実は金なんか欲しくないんだよな。どんなものでも簡単に交換できる手段として、お金っていうのがこの数千年ものすごく便利だから、てっきりお金を欲しいと思ってる、もしくは今欲しいと思いつかなくても、なんか欲しいと思った瞬間に手に入れる権利、その権利書が欲しいだけなんだ。まあ、iPod ってあるよね。 iPod 新品で買うと2万円ぐらいなんだけど、 iPod を手に入れる6つの方法っていうのをさ、自分で書いてみたんだけどさ、まあ iPod を手に入れる6つの方法、1つ目新品を定価で買う、2つ目ネットで安く買う、3つ目中古をネットで買う、ちょっとずつ違うよね、4つ目何かと交換する、これでも手に入るよね。で、5つ目誰かからもらう、あ、で6つ目誰かから借りる。実は iPod を手に入れるだけでもこの6つの選択肢があるんだけども、僕らは新品を定価で買うっていうのを最初に発想して、それよりお得な手段として、例えばネットで新品を安く買うっていうのを考えると、同時に別に中古でもいいやと思う人は中古をネットで買うっていうところまで考える。でもなんだろうな、実はこの新品を定価で買うから、一番下の誰かから借りるところまでの選択肢が6つあると分かってたら、なんだろうな、この上よりも下の方が便利だってのが分かるんだよな。なんでかというと、下の方の誰かが借りるとか誰かからもらうっていうのは、多分もうすでに曲が入ってたりするんだよな。で、おまけに使い方を教えてもらったりするし、iPod って分かんないだろうけども、一番最初分かんないけど、こうすればいいよっていうふうに教えてもらったりする。で、おまけに誰かから借りるときとかもらうときっていうのは、その人と仲良くなったりするチャンスもある。でも、金を払って買うだけだったら、そういうふうなものが一切ないんだ。で、働いてさ、なんだろうな、iPod さっき言った2万円ぐらいするじゃん。2万円分働いて、で、iPod を買いに行く手間もあるよな。で、新品買って開封して、中からこう箱から取り出したらいっぱいゴミも出るよな。で、それで自分で遊び方学んで遊ぶっていうのを全部やることの、この全ての手間とコストを考えて、それよりは iPod ってさ、年から年中新作とかさ、似たような機種とか、別に iPod じゃなくてもソニーとかいろんなところから出てるわけじゃん。友達に行ったらね、誰か一人ぐらい余ってるような気がするんだよな。2万円稼い でそれで買いに行ってなんかするよりは、誰か余ってる人から貸してとか、それちょうだいって言った方が早いんじゃないかなと思う。で、それで もしなんかこうもらってばっかりで気になるんだったら、その人じゃない人に誰なんかあげたり貸したりすると、この世の中っていうのはなんとなく回っていくものだと思うんだよな。そういう、なんだろう、お金を媒介しない、お金っていう回り道を通らない、なんだろう、物が流れる社会っていうのを考えた方が俺はいいと思うんだ。好きなことをするためにお金必要という人いるんだけどさ、それも俺嘘だと思うんだよな。好きなことをするためにお金を稼ぐっていうことは、月曜から金曜まで好きじゃないことするわけだろ。で、土日に好きなことするわけだろ。その土日に好きなことってもう外せないじゃん。月曜からなんかこう金曜まで嫌なことをした結果、土日好きなことしたら、その嫌なことをしてまで貯めた金と時間で、土日の時間と何か体験を買ってるわけだから、失敗は許されなくなっちゃったんだな。うん、お、友達がいないというコメントが出てるな。そう、そこがポイントだよな。そのあたりが最終的な話のまとめ方になっていくと思う。結論から今言っちゃうと、な、こっから先友達がいなくて済むのは金があるやつだけになっていくと思うんだ。これだけ覚えておいて。だから、どうやって友達というか友達未満のものっていうのを広く作っていくか。俺前回か前々回の放送で、俺に友達しかはいなくて仲間しかいないよって言ったんだけども、仲間でもいいと思うよ。だから、そういうふうなものをいかに作っていくか。で、その方法も後でちょっと話していくな。俺ら終了のお知らせ。それが一番苦手。じゃあ、苦手だったらいいよ。苦手だったら金稼げばいいから。世の中は、なんだろうな、友達を作れないとか、そういうのが嫌な人のために金っていうセーフティーネットを用意したんだ。金っていうのはそんだけのもんでしかないんだよ。なんかね、今言ったような貸し借りシステムの中で生きられない人のために金っていうのがあるから、そっちの生き方もいいと思うんだけどな。孤立しちゃうんだよな、金使うと。お金の取引ってさっき言ったように、なんだろうな、
物を買って店員さんから受け取るだけだから仲間が増えない、友達が増えないんだよな。俺昔農家の人と話した時に一番いいお米、いいお米どうするのかって話して、中学校か高校ぐらいの時の旅行で聞いたんだけど、一番いいお米、一番おいしいお米はもう家族で食べるとか親戚で分けるって聞いて、その時に俺すごい腹立ったの覚えてるんだ。その1970年代ぐらいの多感な経済成長が上向きだった時代の中学生高校生だった時の岡田斗司夫君は、一番いいお米はちゃんと売れよと、高くてもいいから売れよと、そしたらそのお米に対して値打ち感じてる人がそのお米買ってくれるだろう、でも一番いいお米を農家の人が隠すなんてとかって思ってたんだ。でもね、なんか今考え方が違って、一番いいお米売るっていうのは変だよなと。だって自分たちが丹精込めて作った一番いいお米なんだから、自分らで食べるか自分らの大事な人にあげるか分けるか、もうそれでいいじゃん。で、普通のお米を出していくんでいいんだ。で、普通のお米の品質を上げることを農家のプライドにすればいいと思うんだよなっていうふうに今ぐらい思うんだけども、でもこんな考え方ってさ、もう今マイナーになっちゃったんだよね。今は一番いいお米はセレブの人たちに高く売って、で、普通のお米はなんかこう出荷、普通の農協とかに出荷して一番安いお米を自分たちで食べる、それが経済的な合理性だって考え方になっちゃう。で、これはね、なんか寂しい考え方でさ、そんなこと考えたら なんかしなきゃ損だってことになっちゃうじゃん。例えば自分が美人だったらアイドルにならなきゃ損だとか、自分の彼女が美人なんだったらモデルになってくれなきゃ損だとか、自分の娘が可愛かったらアイドルにしてあげないとかわいそうとか損だというふうになっちゃう。そしたらそんな考え方さ、どん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 伸びてったら、この考え方のまま進んじゃったら、自分の嫁さん美人なんだから俺だけが抱いてんのはなんか損だと、だったらなんか週に5日ぐらいデリヘルで働かせた方がいいってことになっちゃうじゃん。この考え方ってそこに直結してるんだわ。なので俺なんかそれはどうなんかねと、いやそういう趣味の人は否定しないけどさ暴論だよ、いや暴走してるな。そうか、俺ね徹底的に理屈だけで考えたらそうなるよって言ってて、今常識とか外してんだよ。はい、というわけで金の取引、経済的な合理性というのは、今も言ったように経済的な合理性だけで考えると、美人の嫁さんをもらったやつは自分がその嫁さんとしてない日はそれを他人に貸し出しして経済的利益を得ることが経済的に最も合理的になっちゃうんだ。でもそんな考え方って変じゃん。経済的合理性っていうのは俺らの心の魔尺っていうのかな、感性に合ってないんだよ。でもそれを当然であってそう考えてない人変だっていうような考え方、俺なんか納得できないな。必要なものっていうのは、さっきも言った、俺は思うに交換とか欲しいと思ったら誰かからもらえて、その代わり誰かが欲しいと思ってるものを渡せる状態が一番いいわけだよな。だから誕生日プレゼントとかさ、一番いいもんって絶対金で得ないじゃない。で、誰かからもらったものって俺たち捨てれないよね、ありがたいから。ありがたいっていうのがすごくいいことなんだよな。で、必要なものを金で入手できるっていうのはベターなんだけどベストじゃない、金でしか得られなかったという敗北感が俺軽くあっても構わないんじゃないかなと思うんだよ。もう現に僕だってなんだろうな、さっき言ったiPod みたいなものだって新品買うという快感があったんだけども、今なんかそういうのなくて、誰かのもらえれば一番いいなと思うし、じゃあそれ以上のものをお返しできた方が絶対に、なんでこれ欲しかったのかとかさ、なんでこれもういらなくなったのかとかさ、物語もくっつけれて、なんかすごいそっちの方が楽しいと思うし、そんなもののためにやりたくない仕事をして金貯めて、それを金でもって交換して、ヨドバシカメラで買ってポイント貯まってっていう、それは俺豊かな生き方では全然ないと思うよ。いいやつじゃないんだよ俺は。基本的に損得で物を考える人間だけど、損得で物を考える僕みたいな人間ですらお金を媒介する物の考え方っていうのは回り道で結局損してるような気がしちゃうんだよな。働いちゃうっていうのは俺ね、不安になると思うんだよな。なんでかというと、その言い方変なんだけどさ、僕ら何か欲しいと思うじゃん。でも欲しいと思うものの大部分って新製品が出るまで思わないことだよな。つまり僕らが何かを欲しいと思うことは、誰かがそれを持ってるとか、なんだろう、こういう新製品が出たという情報を知った時に欲しくなっちゃうわけだよな。本当に欲しいかどうかではなくて、なんかね、そそのかされた系の欲しいがやたら多いと思わない？俺そうだからそう思うよ。だって新製品とかマクドナルドのはなんかこう9月は月見バーガーって言われたら月見バーガーが食いたい気がするんだけども、でも1秒前まで別にそのこと考えなかったわけじゃん。これってそそのかされた欲望だと思うんだよな。
なのでなんかね、自分の欲望の尻尾っていうのかな、その尻尾をつかまれたら誰かに利用されてる気がして、俺なんか嫌な不安になっちゃうんだよな。消費者になったらね、なんかこう負けだと思っちゃうんだよな。これ変なのかな。あの賢い消費者って言葉あるじゃん。あれなんかね、良い奴隷っていうのと同じ言葉に聞こえちゃって俺賢い消費者になりましょうって言われたら嫌だって思っちゃうんだけどね。お古っていうのあるじゃん。あのさっきの iPod の例言うと、誰かの古いものをもらうとか誰かに古いものをあげるっていう考え方なんだけどさ、お古、古いものには物語があるんだ。あの自分の元手元に来るまでに絶対理由があるし縁があるんだよな。だっておばあちゃんからもらったものとかおじいちゃんからもらったものとか親父からもらったものっていうのは、なんでそれを渡したいかと思った理由があって、自分のところに来たのは買ったからじゃなくて、なんだろう、それが自分のところ手に渡ってきたので物語性がついてるんだよな。で僕らの中にはそういう物語性があるものとないものがある。でほとんどがないんだよ、必要で買ったから。でそういうふうな物語っていうのは割と平凡、欲しいと思ったから買った、でも今見るとなんで欲しいか分かんない、旅先で買った、でもなんか今見るとなんかよく分かんない、一応思い出にはなってるっていうのがある。思い出になってるものはまだいいけども、大半のものには物語がついてない、イコール僕たちはあんまりそれに対して愛着を持ってないんだよな。なんか僕たちの生活っていうのはなんだろうな、あんまり自分が好きでないものに囲まれてる生活で、俺はどうなもんかねって思っちゃうんだけども、お風呂にはねそうじゃない。お風呂はね、今自分がそんなに好きじゃなくても誰かが自分にとっていいと思ってくれたりさ、これあげようって思ってくれた物語がついてる。だから新築の家ありがたがるのは日本人の特徴なんだってね。あのヨーロッパ人っていうのはだいたい古い家の方喜ぶ。なんでかっていうと物語こそが一番貴重なものだって彼は知ってるから。なんかこう昔から手入れしていて、こういう住み方をしていて、そして自分の代になってそれを譲ってもらった場合もあるし、それを自分が買った場合もあるんだけども、彼らさ古い家買うんだよね。あの新しい家を建てるっていうのは割とセンスが悪い人のすることで、そうじゃなくて古い家を買い取って、で、何百年前はこういうふうな人が住んでたんだけど、私たちは今改造してこんなふうに暮らしてますっていうふうなことを誇りにする。そうお風呂には物語があるんだけども、自分の元にやってくるだけの理由があるんだけども、新しいものにはあんまりないんだよな。お金で物を買ったり働いてですね、何か物を買おうというのは自分っていうのを失ってしまう行為だなと俺は思っちゃうんだ。お金がいらない生活とは、人に仲良くして物をもらうこと、信頼、人たらしの能力ですか。人たらしの能力、いや人に物をもらうっていうのは屈辱的で嫌でしょ。なんか恵んでもらう社会とかって嫌でしょ。だそうじゃなくて、なんだろうな、何かしてそれで代わりにもらうというのでいいと思うんだよな。それを金とか、正当な対価って考えるからまずいんであって、僕はお金をパスしてる、バイパスしてる、抜けてる社会というふうに考えてるんだけどね。